任天堂ファミリーコンピュータ、その名の通り家族で楽しめるコンピューターゲームとして1983年に誕生したファミコン。ゲーム文化の基礎を築いたそのおもちゃは、誕生から20年が経った現在でも深く人々の心の中に残っている。その輝かしい歴史とともに、1978年、日本中を巻き込んだスペースインベーダーブーム。日本のビデオゲーム文化はここから始まった。でその頃ってちょうど世の中の世相的に言うと、ロッキード事件でこう騒いでる頃とかですね、ピンクレディーがまだいたなとかですね、ヤクルトが初めて日本一になるとかですね、なんかそういった頃の世相ですよ、世相というと。でその頃に、世の中にテレビゲームっていうのが一気に、広まった後で、当然ながら、これって何もゲームセンターでやらなくても家でもできてもいいじゃないということで、いろんなおもちゃメーカーが、たくさん家庭用テレビゲーム機っていうのを作るようになりますって言った時に、任天堂はゲームウォッチで成功して、いたわけです。でゲームウォッチって当時何たってゲームのウォッチ時計なんでね、子供が何本も買ってもらえなかったような記憶があるな。だからあのゲームが欲しいなって言って、オクトパスって買ったと、今度ファイアレスキューだって言うと、やっぱ親はね、時計をお前は何個買ってるんだっていう話になるということなんで、つまりハードとソフトが一緒になっちゃってるんですね、ゲームウォッチっていうのは。ということなので、ハードはハードで一回買っといたら、あとはソフトを差し替えるっていう流れに、まあ当然発展していくわけで、だったらハードを1個買っとけばソフトを買い足す分に OK で、まあ、言っちゃ悪いけど余分な時計の部分を買わなくてもいいような商品を作らねばということだったんでしょう。それで、ファミコンができたと言いますね。ファミリーコンピューター開発における任天堂の戦略、それは性能、価格、ソフトラインナップ、その全てが画期的であることだった。ハードにはゲームに必要なエッセンスのみを凝縮させ、価格は親が子に買い与えられる程度まで抑えた。そしてソフトを最も重視し、多彩なラインナップを用意した。普通ですね、その頃いろんな会社が任天堂だけではなく各社がゲーム機っていうのを出していたけど、ゲーム機を作り売るっていうことに対してどこまで真剣だったかというと、その真剣度が任天堂が一番だったんじゃないかなっていうふうに思います。例えばね、これはどんな会社でも社長は物事を作るって言った時に意思を述べますよね。その時にはもう社長は多分どこの会社よりも深くファミコンは当たるんだっていう確信を持ったんだと思います。と言った時に彼は何を決断したかというと、一時に300万個、よしこれを作るぞ、それはもう300万ぐらい売る製品だということを見越して、それで14,800円っていう値段をつけたというふうに聞いてるんです。でその当時のゲーム機っていうのは、29,800円とか、ものによってはね5万近いものっていうのもある中で、性能がいいは14,800円、なおかつソフトもいいということなんで、これ勝つの当たり前なんです。だから任天堂ってなぜファミコンなぜ売れたんでしょうか。安かったからって説明ができる、性能が良かったって説明ができる、できてるソフトも良かったって説明もできるんだけど、その3つを全て束ねてたのは経営者の決断だと思います。その狙い通り、ファミコンはたちまち人気を博す。うわすごいんだっていうのは、そこで初めて身をもって実感したのはそのタイミングで、新入社員は年末そのクリスマス商戦はいわゆる営業さんのお手伝いというか、それは現場も見るっていうことも含めて、休日にそのデパート応援みたいな形で応援販売現場に立ってお手伝いするっていうのが、新入社員はあって、前日からその担当のデパートに行って、裏で、一個ずつファミコンをこう梱包して、袋に手提げ袋に入れてっていうのを、もう何百っていうのを裏でストック用に作っておいて、でもその時もこんなにこれって何日分だろうぐらいの感覚でいたところが、いわゆるデパートなので、朝10時か11時になると店内放送で
ただいま、開けましたみたいなっていうアナウンスを聞いて、すぐになんか地鳴りのようなものがしてきて、だからもうエスカレーター走って上がってくる人、階段から来る人っていうのがもうわーっと下から上がってきて、まあ、あっという間にこうカウンターは占領されてっていう、そんな状況でしたね。あの写真の通りなんです。発売当初からの充実したラインナップでファミコンは半年で47万台、翌年には165万台を販売、瞬く間に大ヒット商品となった。大学生ですね、83年、ということは2回生かな、一番時間と時間を求めますというか暇な時ですよね。もともと映画を作りたかったっていうのが、当時ありまして、でまあ とはいえなかなか映画を撮れる環境って日本では稀有なので、こうブツ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 してた時期があるんですよ。こうその時期にゲームに出会って、最初はやっぱりユーザーとしてゼビオスとかを遊んで、スーパーマリオを遊んでたんですけども、ポートピア殺人事件という堀井さんのゲームがあるんですけども、それをやったんですよね。でそれをやってびっくりしたのは、ゲームの中にドラマがあるわけですよ。犯人がなぜ殺人に至ったかって、そういうドラマみたいなのがあって、すごく そこは衝撃だったんですよ。でその時ぐらいからですね、あのゲームっていうメディアでも映画とか小説に近いような、そう世界観とかメッセージとかですね、そういう人間ドラマをもしかしたら描けるんではないかっていうことを思って、それからですね、真剣にそのゲームを遊びてから、その作り手として考えるようになったのです。1985年9月13日、ファミコン人気をさらに爆発させるソフトが登場した。スーパーマリオブラザーズ、手掛けたのは宮本茂。でもファミコンって言ったらマリオでしょ、やっぱり、それみんなそうじゃないんですかね。まあ宮本さんに勝てると思ったことなかったですからね、当時一回も。マリオがやっぱり騒がれ始めて、ファミコン、ファミコンっていうのが出てて、スーパーマリオがすごいヒットしてるよっていうところで、まずスーパーマリオを買ったっていう、その時にあ、ゲームってだからこのファミコンの中でいろんな可能性を持ったものなんだなっていうのをやっぱり感じさせてもらったし、あ、ゲームのキャラクターデザインっていうのは面白いなと思わせてくれたのはやっぱりそれがあったからですよね。あのスーパーマリオはすごいなと思うのが、その B ダッシュをしっぱなしでちゃんとクリアできるんですよね。っていうのに後になって気がつくんですけど、そういうやっぱり設計思想っていうのが本当になんかかっこいいっていうか、いいなと思います。当時のファミコンっていうのは、その十字キーとボタン2つなんですけども、その簡単な操作でその世界に入り込んでいろんなことができるんですよ。まあいろんなことできるんですよ。よく考えると走る、飛ぶしかないんですよね。で上から踏みつけるっていうのは飛ぶの変化球なんで、すごい簡単な、アクションとか操作で、すごい奥行きを出しているっていう、もうバイブルですよ、僕の中では。ある意味で結構古代視してるような気もするんですよ、あまりにも衝撃的だったんで。振ってもこうたまにこうゲームボーイとかで遊んでみるとやっぱり面白いし、やっぱ時間が経つにつれて、技術としてこういうのがすごいなっていうのをだんだんこう素人ながらに分かっていくじゃないですか。やっぱそのたんびに衝撃もあったし、ただ今思えば結局そういう最初の門を開いたのは、まあ、ファミコンだけに、任天堂さんのソフトからこういろいろ衝撃をそのたんび受けてた記憶はありますよね。あの頃ってだんだん と、いわゆる攻略本とか、少年誌で、攻略情報って出始めてきて、もう静かなブームじゃなくて、かなりみんなに注目されるブームに、なってきた。であの時にスーパーマリオの、攻略本が出たんですけど、それがねその年の年間ベストセラー1位になってんじゃないかな、書籍のね、書籍部門のね、
これ多分1985年の多分売ってる期間って10、11、12ぐらい3ヶ月ぐらいなんですけど1年間に出た本の中のですね、売り上げトップですよねというような、感じでむちゃくちゃ売れまくってたなという印象があります。このソフトは発売とともに圧倒的な人気を博し子供から大人までさらにそれまでビデオゲームをやったことのない人までも虜にした。そしてこの勢いに乗りファミコン人気はさらに加速していく。実は、僕が就職をするのにねセガっていう会社を受けた時に、御社のファミコンがって言ってはぁっていう顔をされた記憶があるんですよね。それぐらいね僕はねゲームってファミコンっていうのはゲームの代名詞だと思ってた。そんなんでゲームの仕事してんだから笑えますよね。僕が本当に自分で、このゲームに本当に家庭用のゲームでねずっぺんハマってしまったっていうのは、笑っちゃうんだけど中山美穂のときめきハイスクールっていう、ゲームがあったんですよね。あれはディスクシステムのゲームでとてもじゃないけど中山美穂には見えないようなドット絵のおかっぱのねヘンテコリンの女の子が出てきて、告白するしないとかっていうような確かコマンドが出てきてでするって言って押した時になんかあんたなんか最低っつってバシッて叩かれるんですよね。画面がさーっと真っ暗になってでそしたら電話番号がピリリリリリンって出てくるんですよ。でこれって電話しろってことなのかなって僕は全然説明書も読んでなかったんで電話かけてでそしたらブルルルカチッもしもし私美穂昨日はごめんね明日3時に校庭の裏で待ってるからっていうメッセージが入ってて嘘と思ってこれ肉声ね本人ので嘘と思ってそこに次の日行ったらいるんですよね。で僕はねその瞬間にね自分のスイッチが入っちゃったのね。要するに8ビットのはっきり言うと今から言うとねすごくチープなグラフィックスで音もビープ音でしょ肉声もなければ中山美穂の痕跡もないわけですよグラフィックに。だけどあこういう引っ張り方ってあるんだってその時思ってでこれはすごいと思いましたね。解像度じゃないんだなと思いましたよ。組み合わせとかねやっぱりアイデアによってこんなに面白いことができる可能性があるんだってゲーム、スーパーマリオの大ヒットでお茶の間に進出したファミコンはさまざまな社会現象を巻き起こしていた。ハドソンの宣伝担当としてソフトの PR をしていた高橋名人が子供たちの間で爆発的人気に主演映画も公開された。とにかく子供たちはすごかった。高橋名人が行くところに人だかりと で当時はですね、地方にイベントがあったりとかすると整理券配って高橋名人見に行くというような感じでコロコロコミックだったかな、少年誌にはですね高橋名人物語みたいなものも、連載されていくみたいなですね。でご自身あれじゃないかな高橋名人の冒険島っていう、ゲームになったりもしているというような、状況になってますよね。でその頃ね僕自身はあのファミコンブーム自体がすごくその新しくて面白いお祭りだと思ってたんでなんか遊んじゃえと思ってたんですよ。で当時ねロッキー4と同じ時期に公開されるみたいな噂があったんでちょっとロッキーに対抗してやれとか思ってですねロッキー4って覚えてらっしゃるかと思うんですけどスタローンが演じるロッキーのその次のライバルがですねソビエトから来たドルフ・ラングレンが演じるドラゴっていうねもうすごいハイテクの水を使ったトレーニングで体をこし上げてサイボーグみたいなこうボクサーとそのスタローンが戦う僕は高橋名人をこう日本のスタローンにしたかったんですよね。それで毛利名人をドルフ・ラングレンにしてやろうと思ってそれで高橋名人にはその工事現場でドリルで働いてもらったりとかですね16連射でスイカ爆発させてでそういう野生的なトレーニングをさせて一方毛利名人はなぜかピアノをこう練習してしたりとか
あのプールサイドでこうなあのトランプをこう立てたりとかそういうトレーニングをするっていう、こう対比をこうあの見せて、結構なんかやってるうちになんか真剣になってきちゃってですね、であと何言ってもその高橋名人やってくれるんでなんか面白くなってきちゃって、ちょっとあのどんどん加速していっちゃってたっていう感じの映画でしたね。今20代後半になってね、で時々会ってさ、いろいろ話するじゃない、はい、したらね、不思議なことにね、全員が全員生身の俺だけの話をしないんだよ。漫画の世界とゲームの世界と生身の俺が全部ミックスジュースになった話されるから、いや名人ってさ、札幌取りってさ、セミがかわいそうですよね、なんでって、だってうんち投げて取ってたんでしょとか、それ漫画だよ特にゲームの世界はね、俺はいつも腰身ので歩いてると思ってるやつがいるんだよ本当にさ、本当にみんな心を改めてください俺は俺ね、あれは高橋名人というキャラクターだから、うん、86年5月に発売されたドラゴンクエストが大ヒット。以降シリーズを重ねるごとにその人気は沸騰、ソフトを買うために量販店に長蛇の列ができるなど、ソフトをめぐるさまざまな現象はマスコミにも大きく取り上げられた。実はその2の時ってすっごい大変で、その作るのがで出来上がったものは全然もうかなりきつかったと思うんですよね。でまあそんなに難しすぎると僕はもうみんな投げちゃうだろうなと思ったし、だから作るのは大変で、で出来上がったものはまああまり出来が良くなくてっていう、もうすごい僕自身落ち込んでって、で実際そこから発売までに、当時ロムなんで2ヶ月以上確かあったと思うんですよ。でまあそのなんか辛かった思いがそろそろこう時間が解決してくれようとしてくれてるところへ、あの発売日っていう感じで、結構ですね、なんて言うんですかね、なんかね、あのテレビでやっててもなんかすごい人ごとのような感じなんですよね。こう自分たちがこう手がけたものがその売れてるっていう感じがしないっていうんですかね。ロムの生産にね2ヶ月以上かかったので、ただ売れたソフトがあっただけじゃんと、うん、そこに並んだやつがいただけじゃんっていうことで、あまりあのことを社会現象っていうふうには捉えていないかなっていうよりは、むしろ1987年とかドラクエが出てたあの頃あたりになると、大人たちがゲームを受け入れるようになった、ゲームのことについて興味を持つようになった、あるいはテレビで、新作ソフトの発売で列をできてますっていうニュースを差し込んでも違和感がなくなったという社会現象が起きたんだというふうに思ってて、起きてる現象はただの行列、今ラーメン屋さんで起きてることと変わってないよというふうに思う。あのファミコンが本当にブレイクしたのはちょうどその時期で、83年にファミコンが出てたんですけど、実は2年ぐらいはそんなにあの大きな動きがなくてですね、85年にあのスターフォースかスターソルジャーの連射のね、あの高橋名人ブームの盛り上がりで、その直後にスーパーマリオが出て、ああなるほど、ゲームってこんなにあの誰もが楽しめる、あの面白いもの、大人も楽しめるものじゃないかみたいなのがだんだん分かってきてですね、で多分それで年が明けて86年の頭にドラゴンクエストが出て、で実はその半年ぐらいにドラゴンクエスト2が出てね、そのこのメディアっていうのはただその、このちっちゃなキャラがちょこちょこ動いて飛んでる反対じゃなくて、そういうところで物語が語れる、それがもしかしたら映画とかね、あの文学よりもすごいものが語れるんじゃないかなっていうのが本当にその1年2年の間にこの世の中に分かった。でそこでなんかすごくあの熱い状況があって、それが実はその今に至るまでね、そのゲームのマーケットを支えてるあの感じがしますね。ドラクエの1、すごいやりましたね。レベル上げしなきゃ先進めないんです。あれがたまんなく良かったですね。あの能動的なイベントと受動的なイベント両方が起こってて、ボスのとこ行くぞっていうその能動的なやつと、勝手にうろうろしてるだけであの勝手にレベルが上がって俺が強くなるっていう受動的なイベントが両方同時に混在してて、あのバランスが絶妙でたまんなかったですね。僕やってひどいなって言われたのは、あの会社の子が、ドラクエ2を買いに行ったんですよね。でちょっとだけ貸してくれっつってカセットカチッと開けて中に1入れて、俺の1のカセットに2入れて1、2のケースを返したんです
そしたら家帰って翌日痛いって言って言いに行けないあれしばらく1やらなきゃ2に行かないのかと思ったって言ってましたから本人が一応2ちょっと見てみたかったです僕もね。ドラクエの2から3に変わった時にまあ、ちょっとゲーム性は上がってるような気はしなかったんだけどセーブできたとかねあれだけでも嬉しかったし2のそのバランスの悪い中に俺たちが勝手に考えなきゃいけないバランスみたいなのがあったりとかってのも斬新だと思ったし嬉しかったですよファミコンは随分、うん、この20年にわたりファミコンが残してきた功績は計り知れないものがある。それはゲーム業界だけに限ったことではなく文化経済などさまざまなジャンルにおいても言えることだろう。なんかそういう意味ではそのシューティングゲームとかそのアクションゲームだけだったらそれはただの本当になんか昔からあるようなそのピンボールであったりとかその延長でしかなかったかなと思うんですけどいわゆるまあアドベンチャーであったりロールプレインゲーム、まあ、シミュレーションの類もそうかもしれないですけどもそういったものがなんかそういうジャンルのゲームが発展したことによってなんかそうですね疑似的な体験というかそれこそ入り込んですごい楽しめる時間っていうのを、まあ、提供できたのかなという感じはしますね。チューンソフト自体が、まあ、来年で同じように20周年を迎えるので、まあ、ファミコンの歴史イコールゲームの歴史だしイコール、まあ、チューンソフトの歴史でもあるので本当に、まあ、変な話なんかこう自分の人生と今ぴったり重なってるそういう存在ですよね。多分でも外にこう遊びに行かなくさせた部分は絶対あるでしょうね。うん、それは逆に言えば子供だけに限らず、うん、大人も含めて、うん、家に引きこもりをたくさん生むきっかけにでもこういうこと言うとまたゲーム自体がね悪の権限のように言われちゃうんだけども、うん、まあ日本中をとりあえず世界中をか、うん、夢中に刺した商品だから、うん、やっぱ今考えてもすごいものだなと思いますよね。うん、だってもしそれよりも野球の方が面白ければみんなファミコンに飛びつかないでやっぱり外に出て野球やったはずなんですよね。だからそれだけ遊びの選択肢が増えたっていうかね。でそれからやっぱりしばらく時間が経ってそこで育ってきた子どもたちとかが僕ももっと面白いものを作りたいっていう人が出てくるわけじゃないですか。そうです。だからまあ映画とか漫画とかアニメを見て、まあ、僕らはいろんなことを教わって教わったというか、まあ、教えてもらったり知らない世界を見たりしてきたんですけども、まあ、ファミコン以来は以降はそのファミコンっていうそのゲームのマシンを通じた世界を見て子どもたちがいろんなことを考えたりそれをネタにですね友達ができたりできなかったりとかいろんなことがありますね。そういうきっかけを作った新しいメディアというかそういう世界を作ったのがファミコンだと思います。彼らが大きくなった時にどういうものを作っていくかとかどういう生活をしていくかって大きく関わる部分だと思うんですよ。僕らの時代に素晴らしいアニメであったりとかですねそういうものがあったがために僕はゲームを作ることができましたけど彼らはゲームよりももっと面白いものを作るために必要なものがファミコンだったんじゃないのかなってファミコンから生まれた何かだったんじゃないのかなっていうのはすごく感じるし多分それは事実だと思うんですよ。あってよかったと思ってるのは日本が世界に誇る、産業が一個できたってことですよね。あれがあったからプレイステーションもあったわけで、で大体あたりがその前に大成功を収めて大失敗した後だった当たりショックの後だったんでみんなそんなことやったら失敗するよって言ったところに、まあ、任天堂は勇気を持って、ハードを投入したってことで全然あるとないとではだいぶ変わってると思うんですよ。ゲームの進化なんてのはなくなっててもしかするとパソコンにのおまけについているものをテレビゲームと今頃呼んでるかもしれないですよね。でゲーム専用機っていうのはもう本当に日本が誇るコンテンツ産業だと思うんだけどな。任天堂っていう会社は、まあ、僕が語るのもあれだけど
いろんなものにチャレンジをこれまでもずっとしてきた会社だと思ってるんですね。多分その昔マジックハンドとかラブテスターとか、あまり知られてないあのタクシーだったりお米だったりいろんなことをこう、挑戦して、失敗もしてそれの繰り返しをずっとやってきて、ゲームウォッチである程度そのエンターテインメントっていうところが、まあ、確立されてその後のファミコンっていうところで任天堂にとっては一個 そのチャレンジが大きく結果として出たなっていうのが、ファミコンっていう一個の、ゲーム機だったと思うんですよ。でファミコン自体が残したものってもこれはもう多分、皆さんご存知の大きな、家でゲームをするっていう文化を生み出したマシンなのでその功績がとっても大きいんですけど、まあ、任天堂にとってのファミコンっていうのは多分一つの通過点で大きく化けたものじゃないかなと思いますね。現在もテレビゲームは生まれ続けている。しかしゲームシステム、ジャンル、周辺機器などゲームに関するもののほとんどはファミコン時代にその原型が完成していたと言っても過言ではない。技術に頼らずアイデアで遊びを提案するという当時から続く任天堂の哲学はこの20年で十分すぎるほど遊び手に浸透したはずである。そして今度はそれを遊んできた子どもたちがその哲学を引き継ぎ新たな遊びを作っていくのだろう。